サー。奈良県桜井市出身。愛称は、ガンちゃん。実家は、稲作農業を営んでいる。桜井市立桜井中学校、奈良県立氷山高等学校を経て、京都大学法学部へ進学。大学入試センター試験では、数学で満点を取ったという。中学校では、バレーボール部、高校では、ハンドボール部、大学では、 アメリカンフットボールの競合、京都大学ギャングスターズに所属。ポジションは、クォーターバックで、背番号は10であった。京都大学法学部時代の同級生に、宇治原式がいる。大学卒業後の2000年に、アナウンサーとして朝日放送に入社。同期入社は、小寺優子。入社後は、高校野球、プロ野球、アメフト X リーグなどのスポーツ中継や、 ラジオのパーソナリティとして活躍。また、2008年6月より2010年3月8日まで、月曜日早朝のラジオ放送開始のナレーションを担当していた。スポーツアナウンサーとしては、2011年から2014年まで、男子プロゴルフ、マイナビ ABC チャンピオンシップのメイン実況を務めた。2012年には、 1>, 1月から7月のロンドンオリンピック開幕直前まで朝日放送ラジオで月に1回岩本圭介のロンドンオリンピックへの道のパーソナリティを担当。さらに同局のアナウンサーでただ一人ロンドンオリンピックへ取材リポーターとして派遣された。2015年3月30日からはおはよう朝日ですで総合司会を務める。帯番組の司会を担当するのは テレビラジオを通じて入社後初めてである。この起用を機に、スポーツ中継の担当から事実上外れているが、スポーツ関連の特別番組や特別企画には、引き続き出演している。2021年4月2日以降の金曜日には、おはよう朝日です本番終了後の夕方に、西森陽一とのコンビで、岩本、西森の銀曜日のパパたちのパーソナリティを担当。 6月以降は、トラバン優勝いただきたいの、隊長としても活動。なお、当の阪神は V2 に加え、クライマックスシリーズのファーストステージで敗退した。このため、敗退翌日の、おはよう朝日です番組内で、岩本は、土下座して視聴者へ謝罪。隊長の辞任を表明するとともに、トラバン優勝をいただきたいの解散を発表した。 2014年以降スポーツ実況から離れていたが、2021年9月29日の、対広島東洋カープ戦の地上波中継にて、実に7年ぶりとなる、副音声実況を担当した。プライベートでは、いわゆる、体育会系の環境で過ごした、学生時代からの習慣で、朝の体幹トレーニングを日課にしている。入社してからは、週2回のペースで、 ウェイトトレーニングを継続。2016年3月6日開催の第36回篠の山 ABC マラソン大会では、おはよう朝日ですの企画を兼ねて人生初のフルマラソンに挑戦。3時間48分53秒というタイムで完走した。2016年5月21日22日には、おはよう朝日ですで主にニュースキャスターを務めていた。 当時の先輩アナウンサー、島田大と共に、漫画賞は昔話、愛子の貧乏人へ、ゲストキャストとして出演した。また2018年には、おはよう朝日です平日版の企画で、富士山へ登場。平日版の放送開始40周年にあたる2019年にも、 同番組の企画で8月下旬から平日版、気象キャスターのまさきあきらや4人のスタッフと、キリマンジャロへの登頂に挑んだところ、岩本だけが、山頂のウルフピークまでの到達に成功した。テレビラジオ CM テレビ以下の番組は、朝日放送の関連会社、スカイ、A スポーツで2011年から放送を。いずれも、矢野洋大と共演していた。ラジオ舞台作品、 ありがとうございます。